引き続きツアーのグッズの説明をさせていただきたいと思います。今回は初めて作ったグッズを紹介したいと思います。念願の靴下でございます。ででん、かわいい。あの青のメインのソックスにこうキックスと縦にピンクで入っておるんですが、これ実際あのフリーサイズでワンサイズとなっておりますので、皆さん自由に履けますので。そして今履かせていただいておりますが、こんな感じでですね、チラッと見えるととってもキュートですので、ぜひキックス靴下、仕事場に、デートに、遊ぶのに使っていただけたらと思います。私いつも靴とか 22.5 なんですけど、全然大丈夫です。はい、全然大丈夫なので、皆さんぜひよかったらこちら試して履いてみてください。そして次に行きたいと思います。ということで、なんと皆さんからインスタライブでぜひ作っていただきたいとたくさんのお声掛けをいただきました。アクスタを作りました。とうとうアクスタというネーミングでございます。はい、いかがでございましょうか。アクスタって何ってその時聞いて、アクスタ自体知らなかった私ですが、いやあれは作らないでしょうって言っておきながら本当に作っちゃいました。でもですね、なんか私でもこれならいいかもって思える、なんかこうさりげなさの小ささと、あとあのジャケット、私もすごくお気に入り の, あのスニーカーがねこぼれ落ちてる絵なので、なんかこのでキックスともちゃんと書いてありますので、これはどうやって使うんだいっていう方もいらっしゃると思うんですけど、じゃあもう例えば、じゃあなんかあのライブに、私のライブに行ってくれた時とかに、どっか写真で残しておきたいなっていう時とかに、ライブハウスとともにこうやって写して、えみちゃんライブ行ってきたよとか、もちろんこうやって自撮りでこうやってってやっていただいて、あげてもらうのもめっちゃ嬉しいです。あとはよくなんかあの新幹線とかね、旅の時にこうやってこいつを共に一緒に連れて行っていただいたり、なんかちょっと寂しい時、ぜひこのうつむいてる顔うつむいてるこの人を一緒に連れて行ってもらえたら嬉しいなと思いますので、ぜひ皆さんの自由にこのアクスタ使ってやってくださいませ。本当にこれ売れ残るととっても寂しいので、絶対買ってください。はい、ということで今回もかなり自慢のグッズたちがたくさん出来上がりました。はい、ということで今回こんなに、素敵なグッズたちがたくさん出来ましたので、ぜひ、会場でお楽しみいただけたらと思います。そしてぜひ一緒にライブで盛り上がりましょう。ありがとうございました。